はい、どうもコウマです。オクトパストラベラー実況続きやっていきたいと思います。前回オフィリアさん第2章をクリアしました。で、今回はですね、クオリークレスト、どこだっけ、これか、クオリークレスト、トレサーさん、サイラスさんの第2章があるので、ここ行こうと思ってるんですけど、その前に一回コメントでいただいた、ホコラがストーンガードのそば、バトルジョブをもらえるね、ホコラがストーンガードのそばにあるってことで、せっかく、情報いただいたんで、そこをまずバトルジョブもらってから行こうと思いますっていうんで、もう実は目の前にいるんですけどね。カイラの地方大検証のホコラ行きましょう。剣士、剣士のバトルジョブかな。ここは剣士の守護神、大剣将ブランドの祭壇である。はい。たどり着きし旅人よ。はい。私です。そなたに、剣士の心得を授けよう。あざーす。ウェーイ。剣士をバトルジョブとして装備できるようになった。ありがたい話だよ。剣士か。剣士って、ゴルベリクだよね。ゴルベリクのアビリティってなんだ？槍系、溜める、挑発。とりあえずじゃあ、テリオにつけとこうか。剣士。おぉ、かっこよくなるね。はい。つけた。これで槍が装備できるようになったかな、テリオ。ああ、ない。まあいいや。これでゲットしましたんで、じゃあ、クオリークエス、クレストまだたどり着いてないですね。なので、最寄りったって結構遠いな。クリアブルックか、ボルダーホールだな。クリアブルック行こうか。せっかくだから、ちょっと槍も買っておきたいな。武器屋って、大したもん売ってないかな、ここ。槍がねえわ。槍売ってねえ。槍買ってくる。よし。槍も買ってきましたんで、じゃあ旅に出ましょう。いざ、クオリークレストへ。どっちだい？どっちから行くんだい、これ。北の方ですね。ボルダーホール方面。こっちか。ここ行ったことあったっけ？これなんだ？これなんだ？ボルダーホール崖道。あ、いいのか。音楽がいい。そうかそうか、思い出した。途中で虹に行くんだよね。ここか。こっち行くと、クオリークレストだ。はい。危険度レベル17。トレサとプリムローゼ入れたから、ちょっと弱くなっちゃったな。まあ、大丈夫でしょう。クオリークレスト。はい。オアウェル。行ったことないな。だから、どうやって行くんだ、あそこ。どっちから行くんだ。お宝超欲しいんだけど。あ、でもダメだ、テリオンいないから開けれねえ。ちくしょう。あー、前も戦ったね、こいつら。今度は一味違うぜ。さあ、どうする。風呼びだね。大風呼びしちゃおうか。そうね。お、やった。あの猿も風弱点か。いけるいける、戦っていきます。転がる。おい、よかった。そうだよね、ないもんな、地道に。あ、待って、傭兵呼びでいいか。これで順応すれば3回とか多分やってくれるよね、剣で。お金にお金はつけないわ。オッケー、よし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 、いいね。はい、火炎よ、
焼き尽くせ。どうした。時間かかる。かっぱいんだもん、あいつ。あ、ついちゃった。クオリクレスト。意外と近かったな。さて、ここに来た目的は、トレーサー2章、サイラス2章。サイラスですね。天国の書の謎を追うサイラス。まずは魔導書に詳しい先輩、オデットに会うため、クオリークレスに到着したが。はい。開始します。前回までのあらすじが来ました。はい。サイラスは旅に出た。学院の書庫から失われたという一冊の書物、天国の書。謎多きその足跡を追って、うんうん。いわれのないスキャンダルで職を辞すことに、辞することになったが、天国の書を探すため、むしろ危機として旅を始めたサイラス。かつての先輩であり、魔導書に詳しい、オデットという女性がこの街にいるはずだ。かくして、クオリークエストにたどり着いたが、何ですか？何か一悶着起きますか？やっと着いた。オデット先輩が学院を離れてからもう10年か。住んでいる家はと確か手紙に書いてあったな。こちら、懐かしいな。元気にしているだろうか。私が心配しなくてもあんただったら立派な学者になるだろう。姉子っぽい感じ。言葉遣い。だから警告は一つだけにしておく。あなたは賢いくせにどうにも自分のことには鈍感だ。だから間違うとしたら一つだけだよ。もう女性問題の話かな。スキャンダル。やっぱり女の扱いには注意した。言われてんじゃんサイラス。あんたは自分が思っている以上に顔立ちが整っているからね。そうだよね。あの教え子二人に好かれてるもんな。誤解されるような態度を取らないこと、それを肝に銘じておきな。てん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 。読み返すんじゃなかった。最初に読んだ時は鼻で笑ったものだが、今となってはまさに予言だったな。でっち上げの終文で学院を追放されたなんて言ったら笑われるだろうな。彼女の笑い顔が目に浮かぶ。さて、ここで考えても仕方がない。オデット先輩の家に向かおう。はーい、行こう。何、うん、身だしなみや清潔さには気をつけているが、この顔は整っているというのか。どうにもこういう美醜の感覚に私は乏しくていけないな。あ、女性がキャーみたいな。イケメン通ったみたいな感じになってるよ。お、パーティーチャット来ました。サイラスさん、先ほどの手紙はだいぶ神妙なお顔をしていましたが、ああ、あれかい、女性に気をつけるようにとの内容だった。え？いや、違う。女性との関係を誤解されやすいから気をつけという話が書かれていてね。確かにサイラスさんのような知的な方は魅力的ですから。それは違うよ。魅力的という言葉は君のような美しい女性に用いるものだ。お、さらっと言うね、サイラスさん。あ、あの、もしかしてそのようなところでは？なるほど。私は思ったことを口にしただけだよ。天然の女たらしということでいいかな。美しいと感じた人にそう伝えるのはいけないのかな。あ、はい、サイラスさんの場合は。うむ、これは難題だ。なんか羨ましいな、サイラス。サブストーリーあるな。ちょっと一応聞いとく。私は先祖代々この地で織物を織ってきたんじゃ。前時の敷物といってな、昔はどの家でも床を彩っていた。じゃがこの町ではもう誰にも見向きもされん。なんで？やれやれ、時の流れは酷なもんじゃ。織物屋の転機を開始しました。え、何をどうこうしろみたいな話にならないのがね、難しいよね。買い取る前時の敷物3000か。あ、これをどうにかすればいいってことかな。探る 98% いけるでしょ。ほう、
ウォーリークレストで織物を織り続ける職人一つ一つ丁寧に織られた伝統の織物は非常に温かく、量産品とは比べ物にならない品質を誇る。今はゴールドラッシュの陰に埋もれ廃れてしまったが、その伝統を守り続けるため彼は織り続ける。59歳。なるほど。あの織物をなんとか手に入れて、誰かに渡してあげるとかそういう感じかな。あ、お宝発見。金鉱石のようなもの売ればお金になるね。これもかな。金鉱石っぽいものそのバリエーションなんだよ、ようなものとっぽいものって。待てよ、なんだお前、勝手に人の家に入り込もうとするなよな。してねえじゃねえか。探る。84いけるでしょ。は採掘登録書0002。へえ、あ、なるほどね、許可証みたいなのが必要なんだ。なるほど。そうっすか。買い取る。何持ってる。金鉱石に見えるもの、見えるもの。金鉱石って断定はしてくれないんだな。とりあえず売っちゃおうかな。金鉱石のようなもの安いっぽいもの750。いや、なんか他に使い物、使い道ってないのかな。よくわかんないんですけど。買う。あ、拡散だね。でもお金がないんだよね。さっきデザートスピア買っちゃったから。ちょっと、狩猟ハーブはあるといいかもな。はい、こんにちは。うちには大王子主モーロックスさんの屋敷がある。反対を上がると学者さんの家があるね。ほう、じゃあこっちか。これかな。モデットさん、ここか。はいはい、ちょっと待ちな。あ、やっぱり姉子っぽい感じだ。久しぶりだね、オデット先輩。いや、嘘あ、出てきた。消えないね。どうやら徹夜明けの幻じゃなさそう。徹夜してたんだ。正真正銘本物だよ。相変わらず元気そうで何を。やっぱりサイラスも先輩だからちょっと変人だな。そっちもね、用があってきたんだろう。入りな。あ、失礼するよ。先輩とはいえだいぶフランクな関係だね。めっちゃ爆笑されてんじゃねえか。スキャンダルの話。やはり笑われたか。あんたとは学院にいた頃からの腐れ縁みたいな関係だし、観察していてとても楽しい。いや、女関係で失敗するとは思ったが、まさか王女とそうなって追放とは。私の予想の斜め上を行くね。やっぱりあんたは面白いよ。おもちゃにされてる。殿下の名誉のために言うけど、あくまでも事実無根だよ。あ、はいはい、そうだったね。王女もテレーズって子もただの生徒。そう言いたいんだろ。まったく、話を聞いただけの私が分かることに、なんであんたは気づかないんだか。ん？で、私を笑わせに来たのかい？だとしたら、首相だって褒めてやるよ。そうか、サイラスはテレーズの恋心を、褒められるのは別の時にするよ。知らないのか、気づいてないんだな。
今日は聞きたいことがあって来たんだ。変国の書、知っているかい？お、びっくりマーク出た。また物騒な名前が出てきたね。古代の儀式について書かれている本だ。私も読んだことはないがね。ああ、そこまでは知っている。もっと具体的なことを教えてほしい。場所が知りたいですね、場所。私もそれほど詳しくはないが、死に関する魔法が載っているとか。おう、物騒ですな。死？ああ、ただどれほどのものなのか抽象的すぎて何とも言えないのね。アンデッド系かな。そうか。オデット先輩ならばと思ったんだが。まったく。言ってくれるね。分かった。少し時間をよこしな。お、調べてくれる？今抱えてる厄介事が片付いたら調べてやるからさ。何厄介事って。おや。オデット先輩が厄介事？それは興味深い。めっちゃ食いついた。あなたは何でも余裕でこなしてみせる、そういう人だと思ったが。それのお手伝いが第2章かな。それで褒めてるつもりかい？そうだ、ちょうどいいや。あんたも知恵を貸しな。実はこの町で行方不明事件が多発していてね。へえ。はあ。だけど厄介事というくらいだ。ただの行方不明事件ではないのだろう。まさに神隠しって感じでね。あるものはすぐ近くの店まで買い物に行ったっきり戻ってこない。ほう。あるものは曲がり角を曲がったら次の瞬間には姿が消えていた。そんな感じでこの半年の間に10人近くが行方不明になってるのさ。ふむ。まったく。厄介事を前にすると目の色が変わるところは変わらないね。で、どう思う、サイラス？それだけでは何とも言えないな。調査をしてみないと。お、町の人を探るかい？よし。頼んだ。あっさりと。その間に私は変国の書を調べておくっていうのでどうだい？わかった。目の前にわからないことがある。私はそういうことは放置できない性分だ。あ？そう言うと思った。よろしく頼むよ。なるほど。神隠し。そして宝箱にしか目がいかない。まずはオデット先輩に事件の発生場所を教えてもらうとしよう。わかりました。あ、パーティーチャット。サイラス、この謎は解けそうかしら。プリムロゼ君、それを見つけ出すのが私の楽しみだよ。やれやれ、学者の人たちって難儀な性格してるわよね。難儀な性格、それはどういうことだい、プリムロゼ君。目の前に問題が現れるたび解決してたらキリがないでしょ。わからないことがあったっていいじゃない。短い人生ですもの。そういくつも欲張れないわ。割り切ってるね。ふむ、リアリストは学者向きではないが、君のサバサバしたところが好きだよ。その言葉は率直で美しくすらある。天然女たらしだな。まあ先生、くどいてるのかしら、それ。何の話だい？その気はないんだよね。無意識なのね、罪作りというか、なんというか。厄介だな。お、風の精霊石だい。や。おや、お花屋、お帰りだね。何か分かったのかい？あ、探れってことか。はい。ほうほう。行方不明事件が起きた場所は全部で3箇所。いずれも宿屋市近辺で起きているようだ。宿屋近辺。事件の発生場所をゲットしました。あ、これまた第一章みたいに推理モード入りますか。すべて宿屋近くで起きているようだ。はい。あ、推理モードは入りますね、これね。残り必要な数2。宿屋ってどこだ？宿屋。あ、あなた。あ、宿屋ここだもんね。はいはい。探る。ほうほう。この町の地下には下水道が通っており、その入り口は宿屋の裏手にある。人はしばらく立ち入っていないと思うが、もうそこの下水道に何かがいるのかな、犯人が。なるほど。宿屋の裏に下水道への入り口があるようだ。ここってこと？あ、これじゃん。通れないね。ほうほう。昼でも夜でも宿屋の先の角を曲がった人が突然と姿を消してしまった。
昼でも夜でも。なるほど。はい、これで全て揃った。昼夜を問わず人が消えてるようだ。うん、必要な手がかりはこんなものか。さて、行方不明事件が起きた場所の共通点、宿屋の近く。やっぱり推理モード入りましたね、うん、行方不明事件が起きているのは全て宿屋の近くだ。うん、やっぱそこの穴が怪しいよな。神隠しなどという非論理的で不確かなものではない。うん、事件が起きた時間帯は夜だけ昼だけ、いえどちらもです。犯人は何らかの仕掛けを用いて人目を逃れているはずだ。そうだね、見当つかないけどな。なんだろう、昼間にも犯行が行われていることから表通りを使ったとは考えにくい。人目を逃れるために利用したのは、まあ下水道しか情報はない。空ってなんだよ、すげえな。でも塞がってるけどね。宿屋の裏手にあったもの、下水道の入り口、これだろう。下水道を使えば誘拐後も人目を避けて移動できる。はい、もう一度下水道の入り口を確かめてみる必要がありそうだな。ですね。あ、パーティーチャット来ました。トレさん先生考え中。サイラス先生ってば。おや、トレサ君、なんだね、大きな声で。甘いものを持ってきたんですけど、ずっと黙って考えてるから。ああ、すまない。私は一度考え事に集中してしまうと、ぼーっとしてしまう性分なんだ。以前、読書中に、隣の家で火事があっても気づかなかったことがあったな。すごい集中力ね。とにかく考えすぎは危ないですよ。何が起こるかわからないですから、街の中でも気をつけてくださいね。ああ、気をつけるよ。ありがとう、トレサ君。君も商談の時は凄まじい集中力なんだがね人それぞれね。ございますよ。さあ、多分ここでまた、パーティーチャット用に入れ替えましょう。次、テリオン・ハンイットですね。テリオン・ハンイットに変えましょう。酒場はどこだ。あった、あ、違う、道具屋だ。酒場モロク屋敷、違うな。酒場どこだ。ここ酒場な、ないことってある。酒場が、酒場がなくてバーテンダーが一人でむき出しでボロンってどっかにボロンっていうのはあれだけど、いるのかな。わ、ちょっと別の場所行くしかないか。まあ いやじゃあちょっと次回までに変えときますね。とりあえず今回はこんなところで、次回パーティー変更をしてから下水道行きましょう。はい、よければチャンネル登録、また面白かったら、動画高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。